サーチャー・アルズ・レオナード・ウーリーはイギリスの考古学者。メソポタミアのウルの発掘はウーリーのよく知られた業績である。彼は現代考古学者の一人として考えられ、考古学への貢献により1935年、ナイトの称号を受けた。牧師の息子としてロンドンのアッパークラプトンに生まれた。サリーにあるインデペンデントスクールの高校へ通い、オックスフォード大学で学んだ。 1905年、ウーリーはオックスフォードにあるアシュモレアン博物館で補助学芸員となった。アーサー・エバンズにコルブリッジにあるローマ時代の遺跡の発掘調査員に指名され、ウーリーはここで考古学者としてのキャリアをスタートさせた。後に、ウーリーは私はかつて一度も考古学的な方法を勉強したことがなかった。本からさえもだ。どう調査を行うか。 どう基本的計画を立てるかさえ全くわからなかったと言っている。T.E. ロレンスとウーリーは1912年から1914年までカルケミシュでヒッタイト時代の遺跡の発掘を行った。大英博物館とペンシルベニア大学の共同調査の下、ウルデの発掘は1922年に始まり、ここでウーリーは王宮の墓地の発掘という貴重な発見をした。 アガサ・クリスティの小説、メソポタミアの殺人はこの王宮墳墓の発見にモチーフをとっている。クリスティは後に、ウーリーのアシスタントのマックス・マロー・ワンと結婚している。今日のイラクにあるウルは、多くのシュメールの王族の墓地であった。ウーリーは偉大な墳墓をいくつか発見した。墳墓の中には、シュメール文明がその絶頂期にあった頃の大きな壁画が、金銀の宝石、コップ、 その他の副食品と共に発見された。墳墓の中でも一番豪勢なものはジョー・プアビのものであり、それだけでも十分に驚くべき発見なのだが、それに加えて、プアビの墳墓は洞窟者たちの手が全くついていなかった。その墳墓の中からは、シュメール語で彼女の名が刻まれた保存状態のいい遠筒印象が見つかった。 女王の遺体は二人の召使いと共に埋葬されており、おそらく死後も女王に仕えるために、この召使いたちは毒を飲まされて死に至ったと考えられている。ウーリーは見つかった副葬品のおかげで、プアビの葬儀を再現することができた。今日、女王の頭飾り、円筒衣装、女王の遺体は、ペンシルベニア大学博物館に展示されている。1936年、 ウールの発掘の後ウーリーは古代英気文明とメソポタミア文明の関連性に興味を持ち、1937年から1939年まで北シリアの地中海沿岸にあった古代都市エールミーナで1946年から1949年までアララ派での調査を行った。ありがとうございます。